新東京百景は都民の日制定30周年を記念して1982年10月1日に東京都によって選定された百の風景である。都市や自然の景観、名所や旧跡といった都内の景勝地が東京都民の工房のもとに選ばれている。また新東京百景を描いた絵画も発表された。東京の百景を関する版画作品は 第二次世界大戦前に散策制作されている。版画集、新東京百景は昭和初期に関東大震災により甚大な被害を被った東京の復興の姿を創作版画の版画家たち8人によって映し出した一連の作品集である。卓上社のメンバーの恩地幸四郎、諏訪健旗平塚海一、川上澄夫、深沢作一、藤森静夫、 いつみ通る、前川千穂が1929年から1932年にかけて会員限定で1作につき50枚を配布した。1932年までに100作が出版されたが、前作が収められている例としては、東京都現代美術館所蔵のものがあり、これをもとに1978年に平凡社が復刻した。 新東京百景の愛蔵版が三百三十部限定で販売された。また、新版画家の川瀬智江水が九百三十六年頃制作した新東京百景もあるが、こちらは六作で未完結となっている。版画家の小泉岸尾が九百二十八年から九百四十年にかけて制作した版画集で九百三十年から反布された。 1> 第1系の英体と清洲橋,橋から第100系のカブト町、取引所外までの100作が出版され、目録も作られている。一連の作品の復刻版は1978年に講談社から版画、東京百景として出版された。特別展、新東京百景展、インターネットミュージアム HP 東京都現代、美術館所蔵、新東京百景、 90年前の東京、東京都美術館 HP 新東京百景と、諏訪県記から時の忘れ物、2021年5月8日、閲覧。恩知幸四郎ほか新東京百景や新版画等の、基版画を、出張買い取り、中川書房ブログ、2021年5月8日、閲覧。芝大門の雪、渡辺木版美術保、HP2021 年5月12日閲覧。 収蔵資料紹介、小泉騎士を、配給物へ日記、第2冊、起用、昭和の暮らし研究。ありがとうございます。